こんにちは5次元の扉を開いて夢を叶えるナビゲーターの西山陽子です今日は私の5次元マインドオンラインセミナーを学ばれた方から嬉しいお便りが届きましたということで、えー、ご紹介していきたいと思います、えー、5次元メソッドを毎日続けていますまた メルマガ、YouTube 音声は必ず聞かせていただいております。良き変化がありましたので、ご報告させていただきます。えー、まず、新規の仕事が入りました。大口ではありませんが、バイトを考えたほど仕事がなかったので、嬉しかったです。西山さんとお電話でお話をいただいていこう。 波動という大切なキーワードを常に意識するようになりだいぶ自分をコントロールできるようになりました状況ありきから自分の波動ありきへと少しずつシフトしてきました、えー、直感での行動が増えてきました、えー、西山さんのメールマガや YouTube に触れ 過去に読んだ150冊の本の断片的な知識が少しずつつながってきたのを実感しています。西山さんの教材学習がすごく楽ししみになってきました、えー、以前は祈りが叶わなくて悔しくて必死ではありましたが願いを叶えることと正反対のマインドだったと西山さんにご縁してからよく分かりました。えー、3月21日 宇宙元年の件は、えー、女房高校生と中学生の娘友人二人に伝えました女房子供はなんか楽しそうでした少しずつではありますが自分の心が穏やかになっていってます、えー、長くなりすみませんまたご報告させていただきます今後ともご指導よろしくお願い申し上げますということで、えー、本当にね 素敵なごご報告、えー、ありがとうございます少しずつね良い変化が、えー、現れて良かったなというふうに思っています。で、えー、これをね読まさせていただいて特にね感じたことなんですけれどもあの「状況ありきから自分の波動ありきへと」と 少しずつシフトしてきましたというところがねすごい要かなと思うんですね。であと直感での行動が増えてきましたここもね素晴らしいかなと思います。で、えー、私はねそのメソッドの中で波動のことをね結構お話しさせてる部分があるんですけれども宇宙の波動に合わせる、えー、ということですね。宇宙はあの 波動,波動動通なんで,す、ね、であの宇宙の波動とこう、ね、調和するとねとてもねこうシンクロが起きて、えー、スムーズに物事が運ぶっていう、ね、現象が、まあ、ミラクルみたいな感じで運んでいくんですけれどもその感覚をね、えー、このお便りいただいたこの方は、えー、感じ取られているということなんですね。えー、波動っていうのは あのこれあの目には見えませんけども波波なんですね波動って波の動きって書きますけどもその、えー、波の動きに、えー、調和していくとね非常にスムーズにだから努力とかね一生懸命に必死にとかねそういうものとはちょっとね、えー、合わない、えー、そういう感じですね。あの 必死とか努力とかね一生懸命とかってこう汗水垂らしてっていうのはねすごい美徳っていう風にね日本ではね古くから伝えられてきたあの迷信かもしれないんですけども、えー、宇宙はもっとシンプルにできていると私はとても実感しているんですねもちろんねあの何もしないでとかそういうことではなくて楽しくね あの何か行動していくと最短最速でねシンクロが起こってそして物事がうまくスムーズに運んでいくというねそういう現象がねポンポン現れてきますで。宇宙の波動に調和させて生きとい,いうのは無意識のレベルでそれがまあ当たり前レベル落,ち落とし込んでいるんですよね。 なので自然とミラクルが起こ,起こるそういう体質になっているということなんですね。で直感というのがこうひらめき、まあ、平たく言うと直感イコールひらめきなんですけどもそれがねどんどんこう降り注いできてそれを簡単に行動に移していくとどん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 こうねあのスムーズに思った通りに。 思いいいが叶っていくよっていうねそういう現象があの進んでいくなので夢とかねそういった願いを叶えるっていうことに対してあの、まあ、スムーズすぎるので、まあ、普通それがまあ普通になっているのでねあの運がいいとかっていうふうにねあの表現されたりしますけども運のいい人ってこの宇宙の 波動に調和している。そういうのが無意識に落とし込まれている方っていうふうに思うんですね。だから、あの、どんなね、困難にあっても、苦難にあったとしても、あんまりね、あの、そっちにはあまりフォーカスしなくて、いや、それは何か気づけて言ってることなんだなぐらいにしか思わないですね。まあ、次のね、えー、ページをめくるがごとく、もうさらさらとね。 あの次の場面に行くみたいな、まあ、そういう感じであの自然体でね生きていくととっても楽ですよね。なのであの私はあのこういったことをご知見マインドの、えー、メソッドの中で伝えたい一番の要かなっていうふうに思います。であの本当に宇宙はねシンプルにできていてあの難しくね あのしてしまっているとか、こう、えー、難しく考えすぎてしまって。やっぱり行動できない人が結構多いかなというふうに思ったりします。なので、あのやっぱりひらめき直感。一番最初に来たね、ピンとくるもの、えー。それっていうのは一番ね、正しい声。自分の内なる声。それに、あのどんどんこうね。 っって反応するあのえー、と考えてしまうっていう人が結構多いかなと思うんですが考えるということは自分の数十年のねたかが数十年の情報量の中だけ過去データですよねあるいは何か自分の小耳にしたそういった情報だけで判断して無理だとかねやっぱりできないとかあの ちょっとチャレンジするのは怖いとか不安とかそういう思いがね結構湧いてきちゃうんですよね。でもそれをねやっぱり乗り越え枠を壊して進んでいくとあの本来の自分のパワーがあの発揮されてきます。なのであの恐れとか不安っていうのはあのもちろんね人間にある。 あの湧いてくる感情ではあるんですけれども。そういうものに惑わされていると、自分の可能性っていうのが開かれないまま。あのまあ。相変わらずの。えー、悶々とした人生に。また近いってしまって、そこで終わってしまうというかね。非常にもったいないことだと思うんですね。なので。本来のあなたはとっても素晴らしい存在で。まだまだね、その。 開かれるもうあのこのように生を頂い,いてね生きてる以上はもっともっとね自分自身をあのもう100%ね開花して自分があの今世性本当にこれをしたいやりたい遊びたいねもしくは遊びたいみたいなそれをねあの思う存分楽しまないで終わっていくのは あのもったいないかなっていうふうに思います。はい。えー、今日ねお便りをいただいた、えー、これの方は確か埼玉に在住の男性ですね。本当にねありがとうございます。えー、これからねもっともっとね自分の、えー、あの持っている持ちうる能力ですね。えー、持って生まれたもの素晴らしいね。 もの、えー、を持って生まれてきたと思うんですよまずね自分が笑顔になること心が満たされて経済的にも満たされてまず自分を満たすことですよね一番大事なことはそこからです自分が満たされていないのに、えー、ね、他の人を満たすことって難しいかなと思いますなのでまずね自分が満たされて笑顔になり そしてね。目の前の人を、えー。笑顔にして満たしていく。そしてどん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 とね。あの？周りに影響を与えるような、えー、そんなね。パワーをみんながね。私は持っていると思っています。なので、あの一歩踏み出せないっていう風に思わずにとにかく半歩でもあの。 チャレンジ、踏み出す、勇気っていうのをね持ってください恐れとか不安とかはね誰でも湧いてくるかなと思うんですけれどもあのそれはね一つのお試しです自分の枠をね破りますかあの壊しますか壊していくとね本当の自分っていうのが発揮されて あのすごくね。自分自身にね。感動する。そういう瞬間がやってくると思います。え、今日はね。じゃここまでです。はい、えもしね。いいなと思ったらいいね。ボタンを押してくださいね。そして、あのチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。